NHK 杯地区予選1回戦負けから3年ぶりの夏の頂点を目指す長崎商業。マックス146キロの本格派野原、筋肉自慢の技巧派宇治原、2人の3年生サウスポーが鍵を握ります。エースとして勝負を決めます。よし。キャプテンのサード川瀬、ショート小森、セカンド瀬戸脇の3年生内野陣が守備で盛り立てます。頂上伝統の鉄壁の守備でチームを鼓舞します。よし。選手主体の練習でパワーをつけてきた長昌打線、最後の夏に挑みます。自分が塁に出て、自分がつないで、自分が決めます。よし。大津奪還。よし。